い、ココちゃん。ただいまシャンプーを終え、そしてブラッシングを終えましたね。あい、かちこかった。つやつや、つやつやですな、ココちゃん。うちのつやの女、つやつや丸でございます。つや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 。すごいな。すごいね。ほら、ピコピコじゃん。ココちゃん、ほら、ココちゃん、どうして動かないの、あなた。動いたらもっとツヤツヤ、ピカピカ、ツルツルってなるよ。いやー、うちのツヤの字、ツヤツヤ丸、ほんとツヤツヤなんですわ。はい、ツヤツヤ丸。はい、ツヤツヤ丸。あー、チュヤチュヤ、チュヤチュヤ丸。はい、かわいい。かわいいね。はい、チュヤチュヤ丸の。はい、こんな感じの肌触りでございます。この触り心地、伝わるかな、伝わるかな、この。かわいいね。気持ちいいです。ふわふわのツヤツヤ、ツルツルです。ぽっちゅるちゅる。ぽっちゃん、ツルツルやで、これ。ツルツル。ツルツルやな。すごいね。もう、黒光りです、すごく。ほら、黒光り。この、おぉ、キラ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 してる。はい、ココちゃん。素敵だね。シャンプーしただけでも綺麗だけど、やっぱブラッシングすると違いますね。ほらほら、このちょっと動くだけで毛艶がね、輝いちゃうんですよね。やっぱブリンドルの魅力なんじゃないですか。やっぱし黒光りっていうのは光っちゃうんだよね。黒光りこんな薄暗いところにいてもなんか輝いてるね。あ、行っちゃった。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。まあ、ちょっと親バカな動画になりましたけれども、あ、それはいつもか。シャンプーにドライヤー、ブラッシングまでしたらね、ココシももうお疲れでいらっしゃるので、カメラよりももう寝たいってことでしょうね。向こうの部屋でパパが寝てたので、まあ、この後2人で仲良く添い寝をしていました。じゃあまた。